フォームによってどういう動きができるか、いろんなフォームできた方が絶対強い。はい、こんにちは、格闘技研究家の土屋です。こんにちは、会員の高野です。ちょっとね、これ TikTok のパーカーというか、ね、これこんな感じなんですけどこれ謎にね、ジムに送られてきたんですけど、誰かがくれたのか TikTok から送られてきたのか分かんなくて、差出人不明でね、どういう意図があったか分かんないですけど、詳細を知っている方はちょっとコメントをください。嬉しい半分、謎半分みたいな感じ。L サイズだけどちょっとピチピチというか、うん、私はちょっと今日本酒ガバガバ飲んでる撮ってると思いますけど、73、4キロぐらいで、ピチピチでちょっとタイトな感じでよろしいと思います。しばらくとネタとして使わせていただこうと思います。ネタ系の服くれるんだったら着ますね。ネタ系の対応したらなんですけど、うん、今進撃の巨人ハマってるからお願いしますあんまりこうオタク全開になったらちょっとあれかもしれない。はい、ということで今日のテーマは、フォームによってどういう動きをできるか、または狙ってるかを皆さんがね、分かるようにお話しするというか、まあ、逆に自分がやってみようと思って、まあ、高野さんにちょっと感想を聞きながらね、まあ、自分も、まあ、この体勢だったらこれ使いたくなるなみたいな感じで実際ちょっとやってみようと思って、具体的にどういう話かっていうと、前足を曲げて後ろ足を伸ばしたパターンね、こうこう、または伸ばす伸ばす、または伸ばす曲げる、または曲げる曲げる、この4パターンですね。この4パターンで違い、まあ、狙いとかが分かれば対策しやすいと思いますし、オフェンスする側としてもどっちを曲げたら方が打撃がやりやすいかとか、そういうのがちょっと分かっていいのかなと思いまして、だいたい自分はいつも同じスタイルで練習は してるけど、まあ、練習してないけどあんまりほとんどの人が同じ形でしかやってないと思うんですけど、いろんなフォームできた方が絶対強いっていうのは分かりまして、パンチ意識するんだったらボクシングフォームだし、蹴り意識するんだったらやっぱムエタイフォームなんで、ボクシングとムエタイのフォームの違いというか、そういうのもね、今日ちょっとやるかやらないか分かんないけどフォームの違い試してみようと思いますので、ではね、早速実践をやっていこうと思います。はい、行きましょう、レッツゴー。はい、ではね、高野さんにカメラ係やっていただいて、一人称視点というか対戦相手目線で私が戦ってるかのような感じでやってみますので、4パターンですね。前足伸ばす、後ろ足曲げるとか、曲げる曲げる、伸ばす伸ばすとか、足が曲がってるか伸びてるかの違いなんですけど、ステップとかね、戦略が変わってくると思います。で、私が戦ってる感じで、だいたい30秒から1分ぐらい。1分長いかな、疲れちゃうからいい感じで息切れしてきたらカットするね、死んじゃうみたいなってな感じで戦ってるかのような感じで、これちょっとこういうパターン来るなとか臨場感で分かっていただければ、おじさんとしても幸いでございますので頑張って戦ってるかのように演出しますので、じゃあね、早速行きましょうか。そしたら曲げる曲げるでやってみますね。前足曲げて後ろ足も曲げ続ける、このスタイル戦ってみようと思いますので、はい、じゃあ行きます。よー、スタート。あう、アクション。はい、じゃあ今ね、前足曲げる、後ろ足曲げる、曲げ曲げでやってみましたけど、どうでした？攻めの姿勢が結構強く感じましたね。ガンガン行こうぜ的な感じで。ガンガン行こうぜ。はい。ドラクエ。はい、そうですね。そうだね、やってる感じからするとやっぱボクシングができる姿勢だよね。やりたくなる姿勢というか、パンチ主体になりたいっていう、まあ、パンチ主体でしたね、うん、曲げると重心下がるんで、結局ボクシングになっちゃう。重心が上がってないと蹴り打てないから、自然にあ、これもうボクシングやんないとダメだって、だまし蹴り打つ姿勢ではなかったですね。そうですね、ローキックとかは出せますね、うん、本当は後半にもっと蹴りまとめようと思ったんですけど、ローキック以外はなんか打ちたくないっていうか、まあ、ハイキック打ってみたけど、うん、一応フォームを変えればできるんですけど、もちろん、うん、今回は曲げ曲げを固定してやってるんで、うん、曲げ曲げでやったとしても途中でこうアップライトになれば蹴りも符合できますけど、今回は縛りでやってるんで、オフェンス怖いなっていう感じの姿勢だった
ったってことですね。そうです、はい、じゃあね、次行きましょう。はい、じゃあね、曲げる曲げるの曲げ曲げくん終わったんで、次伸ばし伸ばしで伸び伸びたくんですね。伸び伸びたくん姿勢でやってみたいと思います。もう完全なるアップライト姿勢って感じ。よし、行きましょう。はい、伸び伸びたくやりましたけど、どうでしたか？先ほどに比べて結構パンチとキック両方混ぜられてて、次何が来るのかなっていうなんか怖さをちょっと感じましたね。蹴りがやっぱちょっと増えたな。ああ、はい、そうそう、その通りで、ちょっとね、伸ばし伸ばしできないですね。ちょっと曲げないとやっぱ、ちょっと待って、これ何もできないやつ。両方伸びてる場合はガードしかできないっていうか、ガードでちょっと待ってカウンターのフックぐらいしか体の構造的にできないんで、それもちょっと後ろ足曲げたりとかしないと多分できない。伸ばし伸ばしはカウンターしか狙えない、あんまり前ステップできないんで、伝えるシーンがもうすごい限られてる、伸ばした状態で、まあ、基本的に前手しか出せない。ツェーバック気味で出せる動きしか出せないので、基本的に前手のジャブ、チェックフック、ノーモーションのミドルとかハイ、前蹴り。前蹴りはバランス悪い気がするね。ノーモーションのなんかこう、空手蹴りみたいな、ブラジリアンっぽい蹴りとか、そういうのしか出せないので、まあ、パターンとしては限られてくるのかな。ジャブもね、やっぱ打ちづらいんで、基本的にはカウンターのフックとミドル、はい、この3点に絞られるかなっていう感じですね。まあ、ストレートも出しましたけど、いいフォームで出てないなっていうイメージ、苦し紛れで出せるかなみたいな感じですね。カウンター戦法がちょっとできるけど、攻めはちょっと弱いなっていう、まあ、ちょっと攻めたけど、動画映え気にして、観察したほうがいいです。もうディフェンスに回るしかないっていう、まあ、ちょっと誘うイメージですね。じゃあ次行きましょう。はい、じゃあ次は前足だけ曲げて後ろ足伸ばすパターンですね。じゃあこれでやってみたいと思います。はい、行きましょう。だけ曲げてみましたけど、どうだったでしょうか？そうですね、やっぱ蹴りが結構多くて、その前蹴りとか、結構飛んできてて、うかつに近づけないなっていう感じは結構ありましたね、牽制されて。まあ、ちょっと今、ちらっと見返してみましたけど、後ろ足、多少は曲がっちゃいますね。完全に伸ばすって、ちょっと物理的には難しいので、精一杯伸ばしたつもりだったんですけど、見返してみると、ちょっと曲がってましたね。ほぼこういう状態でやってたつもりだったんですけど、メタイスタイルを本当にやってないから、後ろ足の蹴りが出ちゃうっていうので、必須のメタイスタイルだったら、こうはならないと思います。前ステップしないで、上がりながら戦えると思うんで、ザ・ムエタイっていうようなフォームになると思うんで、自分はそれが最近やってないんで、できない。喫水のムエタイってのはサガットみたいな、こういうスタイルでなると思うんですけど、動画映えしないと思うんで、打撃多めじゃないとなんか映えないのかなって頑張ってみましたけど。でもね、パンチ出せないですね。後ろの蹴り込みがないんで、出せるっちゃ出せるんだけど、手打ちっぽくなっちゃうから、それを練習しないと出せないと思う。ボクシング風の足使ったパンチとか慣れてる人は逆に難しい。ブアカオみたいなもうこういうのとかこういうのとか、足曲げた状態で出すようなパンチだったら併用できる感じですけど、ちょっと難しいですね。俊敏なパンチは多分出せないかな、出しづらいっていう感じですね。じゃあ最後いきましょうか。はい、最後ですね、前足を伸ばすで後ろ足曲げる。じゃあこの縛りでちょっとやっていこうと思います。
はい、OK です。はい、じゃあ最後やってみました。どうでしょう。パンチとキック両方ともバランスよく出すってステップが結構使えてて、回避ガードかな、それ結構重点が入ってましたね、うん、そうですね。自分としてはね、蹴りが逆に出せない。動画映え狙って出したけどほぼ出せない。威力が多分出せない。これだと足がやっぱ開いて固定されちゃうので、前足の突っ張りがあるから、逆に突っ張った状態でスタンス狭くすると逆にもう無理なんですよね。マイタイスタイルでこんなのないんで、開いた状態で絶対固定しなきゃいけないんで、そうするとね、ほぼカウンターのパンチとディフェンスがメインになっちゃう。メインレザー的になっちゃうので、ほんとスウェーバックとアウトサイドのダッキング、めちゃくちゃやりやすいんですよ。後ろ足の曲げでこうやって下がる感じなんで、逆にインサイドとかはこういけない。カウンター型のボクシングになっちゃうかな。蹴り出したらどうなるかなと思って出してみたんですけど、飛び膝とか、このスタンスじゃ出せないです。曲げちゃいます。両足曲げちゃったりもするんで、倍意識して蹴りは出したけど、技力も伴ってないし、バランスがめちゃくちゃ悪いです。もっと悪く出せたらよかったんですけど、せいでスタンスね、ちゃんとしちゃうから、本当に蹴り出せないです、このスタイルは。その代わり、カウンターのパンチとディフェンスがめちゃめちゃやっぱやりやすいので、パンチはかなり見切れるなっていうスタンス。蹴りが来たらちょっと弱いかな。カットはできない。けども、インファイトとかで来た時は見切りやすいかなっていうスタンスでありましたね。じゃあ最後締めましょう。はい、はい、お疲れ様でした。お疲れ様です。4つ見て感想みたいなのあります？どの構えも結構一長一短あってて、これさえできれば完璧みたいな、そういうのがなかったですよ、ね、状況状況に合わせてやっぱ使い分けて切り替えてとか、うん、そういうことは応用していかないとって感じで、うん、この通りで、これやる前もやった後もやっぱ感じたことは、一つのフォームだけだとバランスが悪い。攻めに特化した時は攻めスタイルで、後ろ足は曲げたいし、逆に守る時は両足伸ばしたりとか、両足曲げてるとちょっと弱いというか、できないカットだったりできないディフェンスが出てきちゃうんで、特にやっぱり大事なのはキックボクシングだとスウェイとか、そういうのを特化するんだったら前足ちょっと伸ばしたいし、そういうのがちょっと分かったんで、コーチングとしてもね、今後使いやすいのかなって思いましたし、同じスタイルのままでね、やってる方も遊び半分じゃないですけど、研究のために違うスタイルでやってみると、特色というか、長所と短所が明確に分かってね、自分のことにも応用できるし、相手のスタイルでね、読める男になる。もううちのチャンネルの方は男だけだと勝手に思っちゃってるけど、女性もちょっといるからね、一人だけ今、把握してるけど、貴重な一人、本人は分かってらっしゃる。男女共に読める。男、読める女になれると思うので、まあ私はこのエピタフっていう、あの未来が読める能力を持ってるから、そう、まあ、やつじゃなかった、ジョジョです。ぜひ読んでください、はい、絶対読まないです。エピタフのことを知ってる方はぜひコメントください。はい、ではこの動画ね、面白いと思いましたら、グッドボタン、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。ではまた会いましょう。さよなら。